これが、本日最後の講演となりますが、最後の講演は太田隆介さんです。自己紹介を簡単にお願いいたします。はい、太田です。普段は、蒸留水っていうツイッターの名前で、フーディーの、まあ、情報を、まあ、発信しています。で、仕事では実は使っていなくて、もう趣味でずっと10年間フーディーニを使っています。ありがとうございます。では本日の講演について簡単に紹介していただけますか？はい、今日の講演としましては、カートゥーン、キャラクターコントロールということで、リターゲティングされたアニメーションに対して、例えば目の動きだったり髪の動きだったり、まあ、いろんなアニメーションを後からつけていくっていうことを、まあ、いろんな手法でやっていこうかなと思っています。ありがとうございます。このプレゼンテーションでは、キネ FX のヒエラルキーの原則についての解説と、それを応用したアニメーションコントロールの処理について学習します。アニメーションコントロールは、アタッチコントロールジオメトリーを使用し、リターゲティングされたシーンに対して、キャプチャーパックドジオメトリーされた、ルックアット機能付きの視線の動きを、どのようにボーンデフォームへデータを流すのか、そして HDA からどのようにコントロールするのかを学習します。合わせてキャラクターアニメーションとして、ボーンデフォームからベラムを併用したドレスの動き、髪の毛の動きをそれぞれ異なるアプローチで紹介します。これによってキャプチャーパックドジオメトリーをどのタイミングで付与すればよいのか、異なるスケルトンの結合はどのようなアプローチがあるのかを学べるはずです。では始めていきます。まず、このキャラクターですけれども、日本のフーディニコミュニティで生まれました。モデリングからスケルトンまで、すべてフーディニで作られています。もともとこれは OBJ のスケルトンで作成しました。キネ FX が登場する前は、オブジェクトレベルで、スケルトンを操作する必要がありました。これはノード数が非常に多くなり、ネットワークが巨大になる反面、お役関係を作ったり、ヌルコントローラーを付与したりする面では手軽にできていた面がありました。KineFX では、こうしたアニメーションのコントロールはどのように付与すればよいでしょうか。では、完成形のところを見ていきます。女の子が走っているシーンですね。まあ、これを最終的な目標とします。では、まずはじめに、KineFX でリターゲティングされた、まあ、最も基本的なシーンを見ていきます。まあ、こういったシーンは、まあ、いろんな、チュートリアルで見られた方も多いんじゃないでしょうか。まあ、これ何してるかと言いますと、まあ、モデルがあり、スケルトンがあり、FBX アニメーション、を読み込んで、まあ、実際にここでリターゲティングをしていると。まあ、ただ、このシーンですけれども、非常に多くの問題を抱えています。まあ、まずは、走るフォームがちょっと変ですよね。それから、最初の1フレーム目にレストポーズが入り込んでしまっています。また、スケルトンはですね、まあ、首までしかないので、まあ、この後、目の動きをするとなると、まあ、目の、スケルトンを追加する必要があります。当然ドレスも全くなびいてません。では先ほどのシーンから、どういった問題を解決しなければならないのかを一つ一つ見ていきたいと思います。このシーンのまず、まあ一つ目の課題としては、スケルトンがバラバラになっているというところですね。まずは、まあヘアのスケルトン、二つ目がボディのスケルトン。で、三つ目が、これは、まあ、ルートですね。原点のスケルトン。で、四つ目がちょっと大きいんですけども、目のコントロールですね。まあ、このような、後ほど使うコントロールになります。まあ、これをまずはマージします。で、マージした段階でですね、このまま、リターゲティングを行うと、まあ、当然、まあ、マップポイントで指定しなければ、まあ、頭や、
ターゲットは当然ついていきません。ですので、この頭と首との従属関係をちゃんとしてある必要があります。そのためには、スケルトンノードが、まあ、最も簡単な手法かと思います。まあ、ここで、スケルトンを選択し、首の根元から、まあ、このように、まあ、親と、この関係を一個一個作っていくと。まあ、これが最も簡単なやり方です。ただ簡単な反面ですね。まあ、このスケルトンノードのちょっとした問題なんですけども、編集したデータはすべてこのスケルトンノードにスタッシュされてしまうので、これよりも上流でデータが変更された場合は、すべて、ここで作ってしまったデータを、破棄してもう一度作り直さないといけません。これはなかなかプロシージャルではないということで、今回はスケルトンではなくて、ラングルを使用して、このスケルトンの、結合をしていきたいと思います。ラングルでのスケルトンのマージ処理の解説をする前に、まずスケルトンの構造について、少しお話をしていきます。スケルトンをコンバートする際、やってはいけない2つの、禁止事項があります。一つのジョイントに対して、ペアレントは必ず一つでなければならないということ。そして、二つ目が、ループは絶対にしてはいけないということです。それさえ守れば、ポリラインがこういう、このように三つであっても、ポリラインが二つであっても、同一のスケルトンにコンバートされます。この法則を利用して、アトリビュートラングルを使用して実際にポリラインを形成していきます。リグアトリビュートラングルというのもあるんですけども、そちらは親のトランスフォーム情報を子が継承してしまって、予期せぬ動きをしてしまうので、今回はシンプルにアトリビュートラングルを使用しました。改造した点としては、タイプロパティでペアレントグループというストリングのフィールドを一つ追加しています。先ほどのルールで言いますと、ペアレントは必ず一つということですので、ここには必ず一つのグループが入るということですね。そして、ランオーバーはポイントになっています。で、実際にポイント、このポイントが何かというと、このチャイルドグループですね。実際に、この図で言いますと、毛の先端ですね。毛の先端のグループがチャイルド。そして、この首の根っこがペアレントとして、指定しています。そして、このグループが、チャイルドになってますので、この髪の本数分だけここでは実行されています。で、実行された際に法文で回して、実際にペアレントグループ、がすべてのポイントの中から見つかった場合に、アドバーテックスということで、ポリラインを形成しています。先ほどのラングルによってすべてのスケルトンが結合されました。ここでなぜペアレントコンストレイントを使用しなかったかというと、ペアレントコンストレイントの効果の場所の問題があります。仮にここで、首を振るアニメーションを作ったとします。その後に、ペアレントコンストレイント。これは、それぞれの、毛と首が、結合される、ペアレントコンストレイントで結合されています。そうすると、この場ではしっかりと動くんですけども、あくまで、この場でペアレントコンストレイントをしているだけであって、まあ、後の面倒までは見てくれないということですね。このまま、ペアレントコンストレイントをすると、まあ、先ほどと同じ結果、まあ、従属しない、まあ、髪の毛になってしまいます。すべてのスケルトンが結合され、
その状態でフルボディ IK まで来ましたので、その後の流れについて順々に見ていきます。リターゲティングが終わった後は、今回はモーションクリップのループを使用しました。まあこれによって一つ目のレストポーズを削除したり、途中で止まっていた走り込みのモーションをループさせるようにしました。そして次に IK チェーンズで腕の動きを制御できるようにしています。IK チェーンズには、ツイストとゴールというコントローラーを付与することができます。ツイストとゴールの作り方については、すでに存在している腕のジョイントをコピーし、そのコピーしたジョイント以外をまずは全て削除します。そしてツイストとゴールのみ、残った状態で、それに対してアタッチコントロールジオメトリーを行います。アタッチコントロールジオメトリーを行うと、リグポーズでのジョイント選択が非常に便利になります。このように、中心のジョイントの Q を選択しなくても、オブジェクトを触ることによって、ジョイントを選択したことと同義とみなされます。そして、このオブジェクトに対しては、どのような形であっても構いません。今回ではボックスに対してポリワイヤーを使用したり、平べったいボックスを作成して、まあ、お腹の周りにつけたりなどすることができます。そしてその次の講談では、まあ、目のコントロールですね。目のコントロールを行っています。では目の動きについて解説を進めていきます。目の動きはルックアットを使用していきます。これまでのオブジェクトレベルのフーディンでは、2つの方法でルックアットの手法がありました。古くはオブジェクトノードに、設置されていたルックアットパラメータ。そしてもう一つは、チョップネットワークのルックアットを棒にオブジェクトに対して影響させるやり方がありました。今回、KineFX を使用しますので、リグアトリビュートポップ内のルックアットを用います。今回は基本的なリターゲットされたネットワークに対して、ルックアットで目線を制御するコントロールを作成していきたいと思います。まずは、どうやって、リターゲットされたネットワークと、目を結合させるかというと、先ほど紹介したように、スケルトンでもうそのまま、結合してしまいます。そして、目の先のルックアットの先を、この、アイターゲットのヘルパーに、受けさせてあげます。今回はリアリスティックなキャラクターではなく、アニメ調のキャラクターということもあり、非常に目の表面が平べったくなります。平べったくなったと同時に、実際の目の回転角は、非常に半球の大きなものとなります。これはあくまでダミーの球体ですけれども、このダミーの球体の中心を利用します。この中心から伸びる、スケルトンを作成します。そして実際に目が配置される場所に、2つ目のポイント。そしてその先端に、ルックアット用のターゲットのポイントを用意します。そして、スケルトンミラーで左右のスケルトンに複製した後、キャプチャーパックドジオメトリーを行います。今回キャプチャーパックドジオメトリーを使用した理由としましては、まあ、目が変形しない、まあ、固定の、まあ、オブジェクトとして扱いたいからですね。キャプチャーパックジオメトリーするためには実際のオブジェクトがパックされていると、まあ、非常に選択しやすくて、まあ、扱いやすくなります。後ほどボーンデフォームに入れて回転させるところは同じですね。ここでルックアットの、リグアトリビュートボップのルックアット処理をしてますので、ここで移動させると、まあ、目が動いていることがわかります。で、先ほど変な位置に回転軸があったかと思うんですけども、まあここで
目の表面にしっかりと這うような形で、まあ、回転しているということがわかると思います。では先ほどの目のコントローラーをこのネットワーク内に組み込んでいきます。実際のルックアットコントロールは、まあ、第3の、先ほどの IK チェーンズの後ろにくっつけています。すべてのアニメーションは、まあ、同じ場所で完結させるということですね。そして、実際のアニメーション、ボーンデフォームの、入力については、キャプチャーパックロジオメトリと、ボーンキャプチャーバイハーモニックの2つが存在してますので、2つに分けて、ボーンデフォームに入力しています。まあ、同じにしてもいいんですけども、ちょっとパックロジオメトリの、扱いがちょっと面倒なので、今回は2つに分けました。そして、ボーンデフォームの後ですね、何があるかというと、ドレスの処理と髪の毛の処理が入っています。まあ、なぜボーンデフォームの後ろになっているかというと、実際のアニメーションの動きを、シミュレーションとしてベラムに反映させたいからですね。ですので、ボーンデフォームの後ろに配置しています。で、ボーンデフォームされた、オブジェクトからドレスのみのジオメトリを抽出します。そして、ベラムのシミュレーションでクロス。で、ドレスの上の部分をピン、アトリビュートのピンを作成して、シミュレーションさせます。髪の毛の処理については、先ほどのドレスとは少し異なる手法を用います。どこが異なるかというと、ボンデフォームをもう一度使用するという点が異なります。この髪の毛に対してのみ、ベラムのシミュレーションをかけて、再度、ボンデフォームで髪の毛のデフォームを行うということですね。では髪の処理を見ていきます。まず最初にタイムシフトで、フレームを固定しています。これは何をしているかというと、このボーンキャプチャーバイハーモニックを行う前のテッドエンベッドですね。これが非常に重い処理になるので、上流に、異なるデータが入り込まないようにフレームを固定しています。あくまでここはレストポーズさえあればいいということなので、実際のアニメーションで重要なのはこの第3インプットのみ。ということで、ここについては、まあ、タイムシフトなしで。アニメーションですね。この、先ほどのボーンデフォームのアニメーション。そしてこちらは、まあ、初期値のみ、としています。そして、実際に、まあ、髪の根元ですね。をピン止めした後に、ベラムシミュレーションをかけます。で、ちょっと、激しい、髪の揺れになってしまうと、コントロールが難しくなってしまうので、ブレンドシェイプで、髪のコントロールをしやすくしています。そして2回目のボーンデフォームですね。ここに対しては、髪の毛のみ抽出して髪を揺らしています。で最終的にマージして、これで完成です。ここまで来てアニメーションコントロールが意外と大変だと気がつきます。なぜかというと、毎度、リグポーズのノードを探して、選択して、アニメーションとなると、まあ、非常に不便だということですね。ですので、これについては HDA にして、解決していきたいと思います。まずはすべてのネットワークを、HDA に変換します。そして、まず一つ目の方法ですね。まず一つ目の方法はタイプロパティで、例えばボタンのコールバックスクリプトで、まあ、Python スクリプトを使用するということです。
まあ、一つ目の方法としては、まあ、スクリプトに Python モジュールを用意して、指定したい、リグポーズの名前、そして set selected true の関数を用意して、関数は goto リグポーズとします。そして、ボタンを押した際のコールバックスクリプトを、ho.phm goto リグポーズとして、選択してやると、よいしょ。まあ、実際に、指定したリグポーズにそのままアセインさせることができます。Python モジュールを使用しない場合は、直接、ホーノード、名前、そしてセレクテッドを使用することもできます。で、もう一つの方法は、ビューアーステートを使用する方法です。ビューアーステートは、タイプロパティの、インタラクティブで使用するものですけども、まあ、最も簡単な方法は、このノードのデフォルトステートにおいて、kinefx アンダースコアアンダースコアリグポーズとすることで、すべての、HDA 内のすべてのリグポーズのコントロールをすることができます。しかし、タイプロパティでデフォルトステートに kinefx リグポーズを設定すると、HDA 以下すべてのリグポーズに対してのコントロールが出現します。これの問題点は、すべてのリグポーズということなので、見えて欲しくないリグポーズも全部見えてしまいます。これを自分がコントロールしたいポーズだけ、抽出したい場合は、ビューアーステートを使用します。タブの中に、ビューアーステートブラウザーという非常に便利なものがあります。New Pen Tab Type から、インスペクターで、ビューアーステートブラウザーですね。この、リグポーズを使用します。リグポーズをエディットすると、実際にリグポーズを使用した際のビューアーステートの非常に長い Python スクリプトの記述が見えます。このスクリプトを使用します。非常に長いので、これを完全に読み解くのは大変です。また、ここで編集しようとしても、このコードはリードオンリーなので編集することはできません。そこで、このコードを一旦まずすべてコピーします。そしてコピーした後に、タイプロパティの中から、インタラクティブ、そして、まあ、ニュー、で、ビューアーステートコードを、作成します。で、一旦、まあ、どれを作成、まあ、どのボタンを使ってもいいですけども、まあ、アクセプトして作成します。そして、このビューアーステートのコードに先ほどのコードを、貼り付けます。そして、まあ、まず一番最初にすることは、create viewer states テンプレートの、ステートネームを変えることです。ステートネームは、ユニークな、値でなければならないので、リグポーズから、例えばこの場合ですと、キャラクターコントロールという名前にしています。また、ラベルも適当に、リグポーズ2としています。アイコンについては、まあ、適当にタイプを作成しています。次にやることは、すべてのリグポーズを選択している関数を見つけることです。すべてのリグポーズを選択している関数は、ここですかね。ありましたね。get pose node ですね。get pose node において、すべての、kinefx computer rig pose と rig pose を選択しています。ですので、この、まあ、選択し終わった後、実際にリザルトの配列に投げ込む前に、自分が欲しい、rig pose の名前だけ、and 条件に追加して、配列を返してあります。そうすることによって、自分が欲しいターゲットだけを外に出すことができます。
また、リグポーズを横断して、編集することも可能になります。これによって、リターゲティングされたアニメーションに対して様々なアニメーションを付与することができるようになりました。ではこれでプレゼンテーションを終わりたいと思います。ありがとうございました。